はい、こんにちは、ケスです。はい、どうも、ハネムーンです。さあ、新しいパック、死んだ方向なんて来ましたけど、はいはい、まあ、今回のパック、なんといっても重要なのがナテラ。あー、分かっておりますね、はい、まあ、ナテラを出して、はい、で次にナテラを出すと、その前のナテラのを破壊して、で、なんか1枚引いて、はい、で、なんかこうナテラをいっぱい壊しまくるみたいな。まあね、リーダーによるけどね、はい、リーダーによるけど、まあ、大体そんな動きだよっていうところで、はいはいはい、じゃあ、限界はどこだ、限界はどこだって話になると思うのね、俺は。なんないと思う。なんないかな。そっか。そっかそっか。はい、じゃあ本日のルールの説明させていただきます。はい。はい、ナテラの限界を知ろうということでですね。はい、ナテラの体重破壊対決ということで。まあ、すごい。そうですね。対決が始まるね。どれだけ森林伐採できるかということで。はい、アンリミテッドでやらせていただきます。はい。お互いにですね、自分が破壊したナテラの体重の枚数が、はい、相手の破壊したナテラの体重の枚数以上の状態じゃないと相手リーダーの顔にダメージを与えられないという。なるほど、はい、とにかくナテラをぶっ壊しまくれ、ね、ぶっ壊しまくればいいわけですね。だからもちろん、うん、あれだよね、ウィッチとか繰り返し出したりするから、まあ、それはプレイ数あんまりね、だからそうだ、破壊ですね。そうね、うん、いかに破壊できるかっていうので、はい、わかりました、はい、やっていきましょう。はい、じゃあデッキ作っていきましょう。はい、私はですね、やはりね、これを使っていきたいですね。どうすっかな。まあ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 、まあ、でも破壊だもんね。さあ、花村さん、私はできましたよ。はいはい、まあなんかね、やっぱこういうのがいいんじゃないかなっていう思うのと、うん、でもなんかちょっとナテラがいっぱい出るってことで、ちょっとまあロマンを見たりっていうとこですかね。なるほど、うん、でもやっぱこいつは強いしみたいな。いや、これ結構いいんじゃないかな。はい、まあ、はい、やっていきましょう。はい、さあ始まりました、はい、ナテラの体重対決ということで、自分の破壊したナテラの体重の枚数が相手の破壊したナテラの体重の枚数以上の時じゃないと相手リーダーの顔を攻撃できませんよっていうルールでございます、はい、まあ、ということで、つまり一緒の時はお互い攻撃可能ということで ね、はい、一緒だといいけど、まあ本当上回っておきたいよね。常に相手のナテラの破壊枚数を上回っておきたい。わかる。まあ、ということで早速、あ、ワイルドマナーをね、はい、はいはいはい、頼む、なん、どっかの案内人来い、どっかの案内人来た。案内人が来た。どっかとは言わねえが、案内されたがりじゃん。どっかとは言わねえがよ。あ、マジかよこれ。いやー、よーえー、これナテラ奥ムーブ、よーえー、置いてな、はいはい、やだ、案内人出てほしくねえもん。ほら、行くぜ、案内人が。案内しろよ。案内すんじゃねえよ。案内するよ、全然案内するよ。最悪です。最案内だ。うわ、やば、3パスだわ。3パスか、それは弱いね。つら。今はナテラの枚数が破壊されてるのが0枚です。0枚、はい、お互い0枚ということで、私は顔に行けるですね。はい、行けますね。顔に行けるですね、はい、ああ、まあそうね、ナテラ出すと損だからね、1枚ね。そうね。はあ、マジか、これ使わなきゃいけねえか。ないない、どうした、なんか消えたね。残念だね。破壊されてないね。わかるよ、気持ちわかる。なぜかというと、うん、いや、俺もこれもエンジェルシュートで消すから。さあ、笑せねえ、始まってしまったぞ。笑せねえ、お前に笑せねえ。あー、なるほどな。お前には二度と、なるほど、ナテラの大地を踏ませねえ。ああ、いいよいいよ。待てよ、待てよ。いや、じゃあそんなにあれなのであれば、うん、ナテラの大地を素置きして、イモードルエレファント、うわ、つえー、これはなかなか強いですよ。はい、ナテラの体重一つはと、はいはい、イモータルフォレストが出てくる。あ、フォレストじゃない、エレファントがね、出るやつね。なるほどね。お互いが割りつつね、攻撃もできるとかあるなんちゅうの。お前、すっごい見れてんの。あ、イモータルさん死にましたね。消えましたね。なんだこれは。なんだこれは、ムーン君。お互いナテラを破壊させない動きです。なるほどね。そうきたか。ひどい。ハレムーン、でもまあ2枚いったね、お前ね。あ、違うか、1枚しかいってないか。いや、1枚しかいってないですね。いや、待って、俺恐ろしいことするぞ。愛者、素置きだ。
愛者素置きですね。邪魔ですねこのカードで。なるほどね、はい、どうしようかな。そっか、割らしてくんねえか。え、今お互いなってのは0枚、なんだか0枚ですね。ここまで来てな。ここまで来てお互いなってのは割れてないの。出た、こうやらんないに。これ出るんだよな、やろうと思えば。あー確かにね、進化すれば出るんだけど、うん、果たして。弱いな、果たして。弱いな、やるわ。やるわ、大事だ、ここ。これ大事。確かにな、それで1枚加わるだろ。あ確かに。で殴って1枚出る。あ強い強い、 OK。 でこのナテラをしかも俺はその場で割れる、うん、あなるほど、うん、これで1枚割ったから、そう、今俺はお前に顔を抗議できないよと。そう、できない、はい、確かに。しかもこれはもう一枚割れる。それは強い、うん、ただね、手札がパンパン丸。そうだね、パンパンだね。大変、手札パンパン丸か。つらっ。いやいや、まあちょっと事故ってるね。なんすな、俺やることといえばね、うん、こいつをエンジェルシュートで証明させる。最悪。どうしよう、どうしよう。いやでも演習消えたからな。どうしよう。トード、まあノテル俺2枚破壊したから、これはアドバンテージでかいっすよ。そうなんですよ、これターンエンドっすね。動いちゃいますよ、これターンエンドっすか。あ動いてください。いや燃えるね。あ燃える燃える、燃えまくる。いやさせれ。お前にノテラ終わらせれ。たくせん、はい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 。やべやべ、今俺負けてんだよな。 PP だ、進化1も切らず。こうやの。あはまた来た。いいんでしょ。ちょっと待てよ。あこれはですね、はいはいはい、これはちょっとまあエンドですね。ほう。なんだ。まあまあ気にしなくていいっすよ。こうやの案内人をなぜだ。いいよいいよ、考えな考えな。今なんで。ひたすら考えな。なんで今。君が今何をすべきかも考えな。なんで。ちょっと待って。え、マジ、何今ので。何今の。考えな。何今の。早く考えなさい。え、なんだなんだ。一体めちゃめちゃ困惑してちゃう。一体全体なんだ今のは。面白すぎる。おあ、進化しておいてな、はい、なるほどな。いや、なんだ、やることがないぞ。な、困ってるぞ、俺は。そうなんだ。いや、今、フォロワー以外のカードを使ったな。リンとか。リンとか。さあ、なるほどね。エンドだ。なるほど、もう一枚リンとかあれば。そうだよ。なるほどね。さあナテラめっちゃ使うからさ、あーリントブルムじゃんと思った。確かに確かに。これは賢いかもしれない。あー待てよ。さあどうだい。まあまずこのリントを破壊しないといけないね。そうだね。さあどうする。いやリントの破壊は全然余裕なんだけど。まあそりゃそうだろうな。エンジェルシュートとかな。そうそうそう。お前を壊した枚数がナテラ2枚、お前を攻撃させないんだったら俺はナテラを3枚割れ、3枚割らなきゃいけないってことだ、うん、いやこの状態で3枚はなかなか厳しいってことで、もうリバイブ窓を放つしかないな。ほう、リバイブ窓。ナテラ、ナテラ。ほう、今ナテラ割り出した。ドロ、ナイススピリッツ、スピリッツ。ああなるほど。でこれで俺が3枚になった。いや2枚。うん、これで出したのは3枚でしょ。出したのは3枚か。破壊は2枚か。破壊2枚です。並んだ。なるほど、これで並んだだけか。そう、これ並びです。くっそー。そうだよ、俺は2枚破壊したからね、あそこね。でかかった、あそこの泥。くそー、これはまずいか。いや顔にこれますよ。いや、もう俺もこれしかないな。お前の2枚目のリントがないことを祈って、これしかない。粛清か。なるほど。いやー、きっちり。これもうリントあったら負け。なるほどね。インとあったら負けか。ないのにあんなことするわけねえんだよな。なるほどね。まあそうだよね。その通りだよね。はい、残念。おかしい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 。こんな戦いの予定じゃなかった。こんな戦いの予定ではなかった。残念でございました。かー。はい、すいません、
お願いします。本当にすいません、あのですね。いやまあまあ、まあ、いや俺この対決だったんで、はい、やっぱお互い十何枚ナテラを割って、ね、このセルのかなと思ってたんで、そうセルのかなと思ったんですけど、はい、全然でしたね。おかしい、2枚で決着がついたということでですね。これはおかしいなと、私としてもやっぱり納得がいかないところですね、はい、ということで、まあ、すみません、泣きの1回と申しますか。いやいやいや、はい、いやもう PP ブースト増やすカードプラスナテラって感じですね。あ、なるほどですね、はい、とリントブルムって感じですね。あ、そうリントブルム、はい、あの私が何もできなかったのでちょっとね、私もいろいろ考えてきたので、考えてきたもうちょっといろいろやらせていただきたいというところですかね、はい、まあ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 、もうリバイブマナですから、はい、そうね、このマナの効果がね、そうですね、うん、なんか利用できる人と、あいいね、リントはいいね、うん、まあまあまあ、ここに見たろ、ナテラを出して、あニコスの除去は、はい、よし、あニコスのリムーブは何や、これやめて、はい、まあまあゆっくりね、ゆっくりいきましょう、最初はね、最初はね、はいはいはい、最初ゆっくりいきましょう、はいはいはい、まず1個破壊させていただいて、あー破壊しやがったな、はい、はい、ゆっくり行きましょう、破壊しやがったなお前、あーいいねー、気持ちいいね、プテラノド強っこいつマジ強いな、こいつなんで PP ブストすんだよお前のそのナテラを出すやつはダメ、ほう、あーなるほどですね、はいはい、さっきやられたやつだ、でどうしようかな、ナテラ沈黙で、そのね1コスで効果なくすのやめてくんないかないや強いと思ったんだけどな、これな1コスでなくすのねずるい、はい、エンドで、うーん、俺今1枚壊してます、なるほどね、はいはい、はい、ハルムーさんも1枚か、コスです、ね、次のターン8コス、はい、ハルムーさんも1枚ナテラ壊してるんで、はい、流れますね、はい、流れます、いきます、もう8コスか、恐ろしいな、はい、そうだ次8です、恐ろしいことするよ、はい、本当に本当に恐ろしいことするよ、ね、どんだけ言うのよ、いやしょうがない、これコープスドックで、はい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 、あこれはしょうがないね、ナテラか、うん、ナテラで、いや強いムーブでも、そうで、これお前を上回るしかないな、上回ってても突進で、突進で突進で、ドロー、おお倒す、うん、偉い、あーなるほどね、さあ、じゃあ、あーそれもう2枚、ああそれで2枚だと思った、あー4枚あら大変、あら大変、まあ、4枚ですね、あら大変ですね、はい、4枚だし、なんなら強さ 10pp、 あーなるほどですね大変だな、これ、はい、大変でしょ、これは大変だ、はい、ね、あーまず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 、あー来てくれたか、インター黙ってねえかな、来てくれたか、君君は来てくれてもな今来てくれても困っちゃうんだよな、さあ俺がナテラ壊した数が2、君も2か、二同士か、二同士ですね、なるほどですね、いやーこのプテラを殺されると、プテラ殺すと出る、出るんだよな、出る、こいつはリムーブ推奨ですよ、まあ、リムーブ推奨の手札にね3枚あるのナテラがね、推奨されたか、ああーこれはしょうがないな、今ドラゴンなんか PB ブーストマジンみたいなデッキできるのねねえこれレッサーマミーですね、ほう、もうこれただ進化ですね、ただ進化っていうかもうただの進化です、ね、なんかお得な感じでるけどね、ただ進化っていうとね、ただの進化、ね、はい、これで、プテラノドンを、うん、どうしようかな、粛清でコストを奪ってから、殺してでそこからの、ソウルコンバーション、なるほど、これ以上増やさせないムーブでエンド、ちょっとやだな、やっぱまあでもお前全然ねあれがあるからね、ナテラが4枚そこに手札あるんだよね、はい、恐ろしいことだよ、はい、本当に、はい、ああどんどん、はい、どん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 割っていくし、君のはリムーブしていきます、はい、俺のナテラが消されていく、君のナテラは消しますね、ナテラを出して、あやばいなこれ、ね、恐ろしい勢いだ、そう君が望んでいたナテラをいっぱい出す対決が始まったみたいな、かあ君だけ出してるんだよな君だけ出してる、お前スッティングか、はい、エンドです、スッティング小回り利くな、俺オーディンだったんだよね俺聞かねえな小回り、そうなんだよ小回り利かねえんだオーディンきちいな、オーディンはでかいね、オーディンでかいね、なるほどね、8はなちょっとね、うん、これは困るよね、いつでもね、
最初にスットング入れるか否か考えるんだよ戦いで一番最初にスットングなんだ。そうアミュレットなんかお前やばいの使ってくるかなみたいな。はいはいはい、そうすぐ浮かんじゃったこいつ。いやとてもきついけどしょうがない、これだって出ないでしょ。ネクロアニマルズ1体は出るのか。1体出る、なるほどね。体でナテラでまだ1体出る。えい、どうなる。ナイスナテラ。まあこれ進化切っていくしかないな、いやお前の前すり全然追いつけないぞ俺大変だぞこれは大変だ。今3だからねお前、俺5だよ5ってお前、うん、5だよ。ちなみに俺がフォロワー以外何枚使ったか知ってる？あ、もう走んのもう走んの早いね、もう走るんだ。そうですね、これ大変だぞ。大変ですね。俺大丈夫か、次までになってら3枚割れる割るしかないよ。あーなるほどね、あま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 あ助かったよ。あまあ確かにになってら割りまくられるとほらどうしようもない。コープソックで、ナテラがナテラの体重。で、ネクロアニマル使っているのか。ほう、そこに行くか。リバイブマナ、なるほど、プラス1位置されたな。ナテラの体重、このループは強い。強いね。ただランダムだからな。そうなんだよ。そいつがコープソックどうなってんの。リバイマラ、うわマジか。ナテラの体重、なるほど。待って、これで並んだな。55か55か55だな。ああ、なんとか並びか。コープスドック、これコープスドック強いな。シープスピリット、セーフ。危ねえ。あーこれ待てよ、死ななきゃいけねえのか。いや、ナテラはこれ出して破壊された後にネクロアニマルズが出る。ここがね、ネクロアニマルズ強いところなんだ。俺これ上回ったぞ、これで上回った、ね、お前上回った。やーぶねー。いや本当俺これさっきレッサーマミ見したじゃん、これコープストップ走らせる予定だったんだよなるほどね。いやー待てよ、今何枚5枚と6枚、俺が1枚奪ってる。で、リント出したら、ナテラ破壊されないはずだから、ここでリントは走ってこない。そう、走ってこないけど、絶望を与えてやろう。うわぁ、もうダメだ絶望を与えてやろう。もうダメだ。あー、気持ちがいいね。もう上回ることはできない。あー、気持ちがいいね。さあ、割っていこう。うわぁ。さあ。行こうか、みんな。もう上回れない、2枚上回んなきゃリントが走ってくる可能性があるね。はい、今俺が7、君が6です。いや使っちゃえばよかったかな、ちょっと謎のナテラ温存しちゃったな今。7、これはまずい。もう1枚使えばよかったな。なぜまずいかというと、俺がナテラを持ってないっていうことがまずい俺はナテラを今手札に持ってないということがとてもまずい。それはとてもまずいね。これはとりあえず引かなくてはいけない。なるほど、あ、演習か。これはまずい、これはまずいですよ奥さんこれはよろしくないですよ。さあ俺が持ってないことを祈るかな。これはだってね、失踪だったら何でもいいでしょ。何でもいいね。これは奥さんまずいですよ。え、どうするじゃあまたなんか愛者を素で置いといて、このジラシアップをそうのか。赤鬼行ったら進化、あ、赤鬼行けないとか。あ、そうだね、顔に俺が枚数が少ないから、ね、少ないから行けないのね。行けない、はい、はい、いやないっすよ。待ってるのつらいんだよ、ないっすよ。マジでつれ、なんでこんなつれえの。ねえ、でも壊してれば壊すほど顔にとかにやーばやーば、あーうるさい、大したあー気持ちがいいね。あー気持ちがいいね。大変大変、あー出たね、はい、破壊したね。あーいいね。もうないっつってる。あー気持ちがいいね。ないんだよナテラが、もう俺にはないのもう。俺にはナテラがないんだよ。まだあるよ俺まだ増やす気だ。まだあるよ俺のナテラ。これは大変だぞさあ俺のナテラまだあるよ。まだ破壊しちゃうからね。いやマジかよ、これもうリント
引かれたらもうおしまいのやつだな。そうですね。いやマジかこれ。作戦を使ってんのだな。いや引くしな。もう引くよ。あれ引かれたら終わりなんだよな普通にな。俺9で君が6ですね。9と6。4枚破壊すればなんとかなる。なるほどですね。まあ、とりあえずシープスピリットかな。なるほどね。とりあえずね。シープスピリット。そうですね。でナテラの体重。あと3枚は投げてるんだよね。あこれは偉いね。急速偉いね。なるほどね。ナテラ。あ偉い偉い偉い。お前偉いぞ。お前偉いぞ。お前偉いぞ。ちょっと待てよ。今8でしょ。うわ。次で9。エラメだぞお前。おっと進化か。エラメだぞ、まあ、そいつね、なんだろう、バニアルト出さないのがちょっとあれだよね。やだよね。そうね。エラメだぞ。これ並んだわ9。これで並んだか。これで並んだか。セアでこれで並びってことはリンとかいたらお前は走れるんだ。その通り。まだまだ続くようですね。おっとナテラナテラで9枚9枚お互い顔にはいける状態。顔に来れんのちょっとやだな。やだけどどうしようもない。俺はナテラを割れない。ほうけどお前のナテラを消すことはできる、でお前のその荒野も消すことができる。あエンドです。しかもドローがな。ドローが1枚。そうですよ。えらいことになってな。さあ並んではいるぞ。ガー1番燃えちゃいけねえの燃えた。俺の唯一のナテラの供給源がそうでございますか。ネクロアニマルズ出すやつじゃん。そうなんだよ。1枚燃えちゃったんすよ今。さあ並んでるぞ。でも1枚手札にいる。出る気だか。やばい1枚いった。一体は出る。さあ、これだな。頼むよ。ここで出るかだよ、マジで。頼むよ、ここで。ナテラを引いてくれよ。パップしろ。お前よしまあまあ、並んでるからね。今ね。今、並んでる。並んでる。顔を殴れる。顔を殴れる。エンジェルシュートだくっそ、こんなナテラの体重にエンジェルシュート打つ対決ねえぜ。なるほどな。救急、いやもう頼む、リンと引かないでくれ。それだけ、俺の祈りはそれだけ。オッケー、ただこの動きができる。ああ、こうやウルズ。ああウルズ強え、マジ強え。俺の沈黙の歌が、沈黙の粛清が。テラノドン。もうない。さあ最強だ、こうやプテラノドン。最強ですね。さあこれで俺が10、君が9だ。顔に行けなくなったな。そうだ。俺のデッキにあとナテラは何枚残ってるんだ。果たして残っているのか。さあいけるかな。残ってんのかな。だってどっち割っても結局そうあれだもんね。どっち割っても出るよ。どっち割っても結局出る。そう。そんな辛いことある？その通りなんだよな。だって俺やるのさ、こいつにオーディンだからね。こいつにオーディン俺。こいつにオーディン、沈黙の粛清でシープで壊してウルズ上から。ああでもなるほどね。ああなるほど。いやー顔には来れねえけど。まあ、結局リッドブルも引かれたら終わりなんで俺は。まだ来ない。早く引かしてくれ。まだ来ない。どうしよう。これ引かしてくれ。ちょっと待ってちょっと待ってね。はぁ、あ、いや問題はお前のそのなんかリムーブ勢がいるから簡単に出せないことなんだな。リムーブ勢ってなんだ。あーまあしょうがない、リムーブ勢俺も参加しますわ。あーお前も来たわね。おせっかくこれが急速が来ましたね。あーいいの引いたね。急速来たけど、ああこれちょっとおもむろにターンエンドか。おもむろターンエンド。いや待てよ、そいつは厄介だから消しておこう。だってんな。そうだよな、そうだよ、こいつはどうにかしなきゃいけないな。さあこれで俺が10で君が9だ。ほう、殴れないぞ。顔には、顔には殴れない。さあナテラはあるのかな。
ナテラはない。ねえだろうな。ナテラはない。なんとナテラは俺ない。そうか、セレス。いやいやいや、いつまでに、いやこれ早めに引かねえと。で待てよ。リントのドローンにかかってんだマジで。イモータルエレファントいて、俺は殴れないんだよな。殴れないよ。9と10だもんな。そうなんだ。エンド。きちえ。リント引くんじゃねえ。はあ？どこに眠ってんのマジで。リント引かないでくれ。ああ休息だ。さらに休息してる。ラッキーっすね。さあ。さあこれで11ですね。マジかー。11っすね。うわでもまだ引かねえか。どうすればいい俺ナテラ。どうすれば俺ナテラを壊せる。じゃあこれで12ですね。10は割ったね。はい。セレスも取ってくるよな、そりゃな。回復は回復の目は積むよね。7枚な。さあこれくそー、どっち割っても出てくるやつじゃねえかよこれ。どっち割っても出てくるやつじゃねえかよ。さあ俺のナテラ12だ。困ったぜ。そうだよな、どれ割ってもそう、どれ割ってもどれ割っても出てくる。じゃあしょうがない。それはしょうがない。オリビエ、オリビエここで。それはしょうがない。オリビエ回復する。俺は俺は回復する。リントの10点を耐えるために俺は回復する。盤面しか殴れねえかんな。ああ、分かってるよ、もちろん。で、こいつをちょっと無理やりな取り方をする。なるほど。辛いよ、めちゃくちゃ辛いよ。それは嫌だよ、もちろん。ふっ、あ、引かれた。引かれた。もう一旦待ってくださいからね。すいません、ごめんなさいね、次行っちゃったんで。ありがとうございます、もう一旦待ってくださいからね。あざす、あざす。あと3回復させてほしいですよ、俺。あーどす、あんだよ、行きました最後に。マドリッドだけだったらどうでもできんのによ。はい、お疲れ様でございました。いや、いや強いねやっぱね。ドラゴンのリントブルムだよ。いやリント強いね。あリントブルムだよ。いやもう、はい、ナテラの枚数が純粋にやっぱ何だっけ、ブラキロザウルスだっけ、あれ覚醒してるとベロキラフト、ね、はい、ラプトルね、なんだ2枚手に入れるしよ、はい、お前よ。そうなんだ、バンバン破壊してこいつらが勝手にな、ラストワード持ってくれるから。いやルベルの力があればもうナテラでは絶対負けることはないと思ったんだけどね、うん、勝ちました。あ意外と。いやいやでもね、お互いにね、うん、演じるシュートとか入ってんのは笑うわ。いや面白い。しかもナテラの体重に対して演習を打つとかね。なんだこのもったいないと戦い方みたいな。俺これだから、うん、自分でこのアミレットリムーブ考えた時に、うん、いやこれ頭いいわって自分で思ってたんだけど、うんうん、お前もやってきたね、エンジェルシュート。俺はやっぱ沈黙の粛清の方だったんだよね。 あれも荒野の、いやあれも辛かった、うん、あれに打てば、あでコープスドッグをひたすらナテラ壊してナテラ壊して、はい、レッサマミで失踪させて勝つっていうプランだったんですけ ど、ね、俺も念のためなんかお前も同じ演習とかのプラン用やってきたようにウルズを入れました、うん、ああそうね、ウルズが厄介だった。荒野自分の割ってやろうと思いました。 あれで出ちゃうからな。そうなんす、厄介だった。いや、はい、まあちょっとあなたの方が一枚上手だった感じですね、この対決においては。いやー、うん、なんとか、まあ、いつもと全然変わったプレイング、まあ、例えばナテラの体重にエンジェルシュートを打つようなのが見れるんで。まあ皆さんもね、面白いのでぜひやってみてください、ね、はい、ということで、はい、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。